歩してるとオレンジが落っこちてくるわよ。そうとも言う。私のどこがガサツだって言うの？その程度で心配したりしないわよ。一度も出たことがないと言っていたでしょ。君に遠くへ行く度胸なんてないと思って心配するの忘れてた。本当は少しだけ心配していたの。夜中に玄関を開ける音がして出て行ったんだなって思ったけど、いつまで経っても帰ってこないから。野々村はこうしてケロッと帰ってきたけど、私は相談しなさい。もちろん何でも OK よ。
概には言えないわ。ないの、まだ続きがあるから。秘密を打ち明けることで自分がすっきりしても、周りは傷つくっていう自己満足に終わることもある。だから君に教えないっていう優しさもありなんじゃない。墓場まで持っていくとかいうやつ、私はその冷たい優しさが嫌いになれないけど。私はいつだって紙一重よ。今は周りのことがよく見えているけど、他人を思いやれなくなる時だってきっとやってくる。そういうこと。無理に詮索しないことよ。野々村の大切な人が野々村のことも大切な人だと思っているならば、いずれは打ち明けるんじゃない。墓場まで持っていくなんて相当の忍耐力よ。告白された時は受け止めてあげなさい。受け止める度胸がないなら絶対に探るんじゃないわよ。だけどやっぱり君に伝えたいのはこれだ。秘密を教えてもらえないからといって、その人が君のことを信用していないわけじゃないと思う。
秘密を教えてもらえないからと言って、その人はあんたのことを信用していないわけじゃないと思う。そんなこと知ってるわよ。ぶつけなさいよ。野々村みたいな器の小さい男を見てるとイライラするのよ。ちょっとは根性見せなさいって。
野々村くん、さっきぶりです。お天気ですね。私は野々村くんのことが好き。したけど、やっぱり私は野々村くんのことが好きなのです。でもまだ私の過去は、罪は打ち明けられません。卑怯です。卑怯者なのは分かっています。間違っていると思います。なしかもしれません。
私は野々村くんのことがずっと好きだった。それだけは本当なんです。私はあなたと幸せになりたいです。野々村くん。
ト君。おはようございます。二人とも、おはようなの。これ、見てほしいの。肉まん大食いコンテスト？この夏に香港で肉まんの大食いコンテストがあるの。つぶらと一緒に香港に行ってくれると嬉しいの。つぶらちゃん、コンテストに出場するんですか？まだ出るかどうかは決めてないの。でも出場してみたいかもなの。大食いですか。すごいです。応援しに行きたいです。でも残念ながらパスポートを持っていないのです。早めに申請しなくちゃダメなの。もしくはお父様に頼んで偽のパスポートを用意してもらうといいの。え？いろいろとやばいものを売ってくれるお友達がお父様にはいるの。え、やばいって？偽装パスポートが特にいい出来で、あとはお薬とか保険証とか拳銃とかを売ってくれるの。拳銃？
お父様はこわもてだけど、そっちの筋とは関係ないの。つぶらちゃん、からかわないでくださいよ。アイちゃんはちょっと純粋すぎるの。こんなんじゃ悪い狼さんにペロッと食べられてしまうんじゃないかって心配なの。まだ狼さんが暮らしているのですね。アイちゃんったら本当に面白いの。日本で使われていたのろしは植物が主な原料なんですが、中国では狼の糞を使ったそうです。狼の糞を使うとまっすぐに煙が上がるそうですよ。ああ、だから狼の煙と書いてのろしと読むのね。面白いの。それから狼の尿を畑の周りに撒いて害獣を遠ざけるなんてことをする地域も。はい。
ト君、大丈夫ですか？具合が悪いんですか？してくれてありがとうございます。初めてで、あんなことするのも初めてで、まだ信じられません。こうして一緒に歩いていることでさえなんだか夢みたいなんです。私と同じ気持ちだったのですね。じゃあ、大丈夫ですね。いつかデートをするのが夢だったのです。
重要な問題です。ご一緒するだけで、なんだかデートしているみたいな気分ですから。そうですよ、焦らなくても私はいなくなったりしませんから。楽しかったです。こんなところで、こんなこと、する、なんて。ゆうとくんの、バカ!
野々村さん、赤飯でも炊いた方がよろしいでしょうか。だって君も大人になったみたいだし。さん付けで呼んだ方がいいのかもしれないと思いまして。なくてもわかるわ。昨日帰ってきた時の野々村ったら相当なもんだったわよ。足が床から10センチは浮いているみたいだった。顔で言われても説得力ないんだけど。助けてあげたんでしょ。あら、あの時の顔、写真に撮っておくんだった。私の経験人数は両手分以上よ。
スの男子全員が私の虜だったわ。下駄箱には毎日ラブレターが入っていたし、ああそれからミスコンだって当然のように優勝したわよ。Thank you.
なたのセリカちゃんが遊びにやってきましたよ。ああ、先輩は今日も女神です。五光が差しているようです。今日もつまんないわね。こっちこそほっといてよ。私はマスミ先輩に会いに来たんだから。先輩も私に会いたかったですよね。すみません、同じ教室にユウトがいるかと思うとなんだか足が遠のいてしまって。はあ、こんな幼馴染を持ってしまった不幸を憐れんでやってください。あいつがいじめるんです。なんとか言ってやってください。でも先輩は超ウキウキじゃん。なんでユウトばっかりいい目に遭うの？あたしも先輩といろんなプレイがしたいのに。
野々村優と質問に答えるんだ。これは君の義務だよ。いいから質問に答えたまえよ。君は役職を持たない平野部員だよね。君は僕の質問に答えるだけでいい。美術部の部長だ。唯一無二の存在だ。だから問題なんだよ。どうして平部員の君が僕より遅く部室にやってくるんだろうね。圧力をかけたくもなるだろう、この怠け者の一年坊主。ここが野球部なら、君は先に校庭に行って地面を鳴らしたり、ドリンクを作ったりしなくちゃならないだろう。吹奏楽部なら、楽譜を用意するとか、楽器を運ぶとかさ。それと同じことだよ。
とまあこんな風に先輩風を吹かせられるのだから、後輩というものは格もありがたきものかな。たまには後輩である君を使って遊んでみたかったんだ。別に僕より早く来なくていいよ。なんだか掃除もしづらいからね。常識を超えなくては意味がない。そうだろ？いいことだよ。君はこの部の一員であるという自覚に欠けているね。不純異性交友が話題になったらどうするんだ。
は学園が黙認しているからだよ。それに君みたいな変態は野外で口づけするだけでは飽き足らず、いずれはあんなことやこんなことまでするに違いない。君が定額にでもなったらこの部は廃部だ。慎みたまえよ。女性はみんなマスミアイみたいじゃないか。これは十分に変態な行為だろう。今度は愛しの彼女をモデルにして裸体デッサンでもしたらどうだい。気づいてなかったのかい？絵のことになると君は夢中になりすぎる嫌いがあるからな。でも恋が病というのは本当なんだね。募る恋心から無意識に彼女の絵を描いてしまうなんて。
私のこと覚えてる？ねえ、ゆうとくん、思い出して、私のこと。私は、ずっと、ずっと、あなたのこと、覚えてたの。だから、あなたにも、思い出してほしいの。私の名前は、大丈夫か？野々村！野々村！野々村！しっかりするんだ！野々村！二度と忘れないで。私の名前は、野々村？気がついていたのね。美術室で倒れてから、ずっと寝ていたのよ。気分はどう？お医者さんが来てくれたけど、貧血だろうって言ってたわ。君の目が覚めたら、もう一度見てくれると言ってたけど。とりあえず、安静にすること。
それから、今日はお風呂には入っちゃダメ。急に血行が良くなっても大変だから。君、うなされてたから。心配するわよ。だって君、マスミちゃんの名前を呼びながら、うなされてたんだから。家に帰ってきてからしばらく、マスミちゃんの名前を呼んでたの。苦しそうだった。ねえ、マスミちゃんと何かあったの？喧嘩でもした？野々村？絵本を読むの聞いてくれる？私のお誕生日だったでしょ？だからお気に入りの絵本を読んだの。このお話にはね、ろうそくに
絵を描く人魚の女の子が出てくるの。この人魚の女の子みたいに、ろうそくに絵を描きたいってお願いしたの。そしたら、校長先生がいいよって言ってくれたの。それで私、絵を描いて赤でパーって塗りつぶしたの。そういうお話だから、お話の通りにしたの。でもね、ろうそくは危ないから、先生が預かりますって持って帰っちゃって。この前お手伝いしてる時に、隠し場所分かっちゃったんだけどね。ダメ、絶対ダメ。だって、私、上手くないもん。私は、ゆうたくんの絵が好き。Thank you.
ト君が私に罪を渡すの？罪を一生持って生きるの。ユウト君からもらった罪で。私の名前、悲しいと書いて愛だから、忘れないでね、ユウト君。絶対忘れないで。お医者様、呼んだ方がいい？謝らなくていいの。何か欲しいものはないの？お水は？ご飯は？このくらい、どうってことないの。それに、つぶらが勝手にやってきただけなの。健康が取り柄の友人が二日も欠席したから、心配になったの。というのは冗談で、まだ一日しか経ってないけど。
でも、愛ちゃんも心配していたの。気にしないでと言われても気にするの。愛ちゃんと友人が付き合ってるなんて知らなかったの。というわけで、ここは恋人の愛ちゃんにバトンタッチしないとね。友人は気にしなくていいの。とにかくお大事にね。